いやー、刹那圭介だよ。今回は新しいフリーゲーム、このチュルルガポッポという、チュルルガポッポな、これ3回連続で言うたらすごい噛みそうなんやけどね、タイトル。チュルルガポッポ、すごいって、タイトルがもうシュールでしょ。もうタイトル通り、シュールな逆フリーゲームらしいです。ちょっとね、短めにできるフリーゲームで、ギャグでシュールってきたらもうやるしかないでしょって感じでちょっとね。今回シュール系のギャグアニメで、アニメじゃないわ。ギャグゲーって、ギャグフリーゲームって結構好きなもんでね。ちょっとデザインも、なんというか独特で可愛らしい感じの絵だと思うんですよね。目つきがちょっと、目の描き方が独特な気がするな。若干、シャリンガンっぽい感じが。まあいや、それはいいや。この少女、確か主人公の名前が吉川っていう女の子らしいんですけど、まあ高校 の入試の受験日になんか遅刻してみたいな、遅刻して受験会場に行っていたらなんかシュールな目に遭いましたみたいな感じのことを書いとったような気がするね。レベル早初めから押してからストーリー入るん早。普通さ、画面暗くなってからちょっと数秒経ってからちょっとこう出てくるもんじゃない、早いな展開。それは別にどうでもいいけどさ。はあはあ、まさか高校入試当日に寝坊するなんて。でもお母さんが元ヤンで裏道に詳しかったから、おかしいね。お母さん元ヤンなんかよ。元ヤンってスキルこんなところで役立つとは思わんかったな、すごいな。おかげでなんとか間に合ってよかった。とりあえず教室に行って参考書に目を通しておこうかな。急げ、受験日時間あるんか。なんか女の子おるわ。およ、制服が違うな。ああ、他校の中学生か。タイムかけてみよう。うおー。どうした、ちまちゃんって読むか分からんけど、なんて読むこれ。ちまなつこでいいかな。わからんけ、なっちゃんにしとこう。多分なーってなーで始まると思うよ、その名前だから。なっちゃんにしとけばとりあえず合ってると思う、あたな的には。試験を受ける教室がわからない、迷ったよ。今まで必死になって毎日徹夜で頑張ってきたのに、こんなところで私の人生を終わりを迎えるのね。私を熱心に指導してくださった先生方、申し訳ありません。私はここで果てます。諦めるなお前、これまで頑張ってきたんやろ、今も頑張れや。呼吸、ちゃうな、なんて読む、さっきの呼吸じゃなかったな。この人困ってるみたい、どうしようかな。一人頑張れや、こら。助けてあげたいけど、そのせいで私が教室に遅れたら大変だもんね。しょうがないよね、ごめんね、バイバイ。あ、バイ、ん、あら。教室着いてしまったわ。あれ早いな。もうカットなん、これまでの教室までのやつカットなん、ここで終わりなん。え、天下早いな。そういえばあの子今頃どうしてるだろう。予想としては諦めて帰ったと見た。あの子が気になりテストは全滅。今のゲームオーバー。完全にホラーゲームのゲームオーバーでないか。全然ある意味ホラーっちゃホラーかもしれないもんな。あの一件だけでテスト全滅したあたりがもうホラーやけんな。天下早、エンディング一つ目見るん早。実況取り始めて4分しか経てない。はいはいはい、飛ばせねえ、こう展開早いなこのゲーム。でここで助けてあげればいいんだろう。分かったよ、一緒に教室探そうぜ。てか主人公の女の子ちゃんと教室探せたんやな。どうかしたんですか、優しいな。受験を受ける教室が分からなくて、だから私はここで朽ち果てているわけで。おうこって読むかな、これなんて読むかな。まあいいや、よかったら一緒に探しますか、まだ時間あるし。え、仏様、あなたは もしかして仏様なの。ありがとうよ、ありがとうよ、お助けください、仏様。初対面の人に仏様を預けされました。この子はちょっと精神的にあれみたいです。仏教かな、仏教に入ってるのかな。やったー、仲間になったー、キジがいない女の子が。
こんな女の子を正直言って後ろにまとわりついてほしくない。ピカチュウだ、ピカチュウ、ピカチュウみたいにまとわりついてる。正直ハイゴレイの次にまとわりついてほしくないタイプの人間。わお。やっぱ15歳、受験生をってわけで15歳ですよ。吉川と、なんて読むか、ちまな、本当になんて読むかわからんけど、なっちゃんって呼ぶね、もう。さっきも言った通り、なっちゃんですね。もうセーブしとこ。今なんかセーブの時に、わーって誰かの声聞こえた。吉川さんな。吉川さんこんな声だったか。まあいいや。二人とも若干ショートヘア、肩までのショートヘアらしい。俺はショートヘア好きですよ。おっと、なんかありますね。火災報知器か。なんもないね。それだけだったね。とりあえず下行ってみよう。まだ分かれとるな。ちゃんと行けるんやけど、さっき左かな。なんか左に何かあるっていう俺の予感。おと教室だ。受験を行ってない時の教室かな、これは。なんか教卓の上にあるんやけど調べれず。多分机一つ一つ調べてもなんもないと思うけどな。めんどくさいけんやめとこう。次こっち。これ迷うな。意外と迷いそうやな。また同じ感じに並んでる。一クラス10人って結構少数精鋭の学校なんかな、この学校。あ、そうだ、あの張り紙もあるんやな。廊下を走らない。で、よう考えたらこれあれじゃね？これ後ろから入るところと前から入るところやけん。同じ教室を見ただけだったんやね、今。ここ。何これ？鍵かかっとる。ああ、なんか準備室的なところなんじゃ。ああ、準備室。だとしたらさ、ここら辺に理科室があるような。準備室ではないわ、これ。保健室あたりと見た。てか余裕やな。てかさ、受験だったら大体こんだけ歩いたら誰かや先生とか、そういう学校の人に一人ぐらい会ってもおか、ちょっと待って。ちょっと待って、先生に会う前に変人に会ってしまったよ。しかもかける6。左から1号にしよう。1号、2号、3号、4号、5号、6号にしよう。1号さん、クー !2 号さん、ナイスポーズでーす !3 号さん、女子部員募集中 !4 号、もっと見てー !5 号、受験生は席について。6号、勧誘行為は失格です。わあ、5号だけめっちゃイケメンな声だった。っていうかさ、5号と6号まともなこと言おったけど、1号から4号すっごい気持ち悪いこと言おったな。勧誘的な気持ち悪い。あ、ここまで、あ、席についてって言おったな。席つかなあかんのなあ。ドイツ、確か4号だったから、席につけとか言わな、通れん、通れん。通れん、なんか通れん。もっと見ちゃうわ、もっと見てちゃうわ。あ、席については、こいつか。うん、席につくわ。席につくけど、どの席？受験生なんです。受験生なんですけど、てか、あんたらなんなの、生徒なん。6人って完全にな、ついてきてる。ついてきてる。何号か知らんけど、ついてきてるよ。斉藤って名前だったよ。17歳ってことは、高校2年生か。なんでついてきたん、お前。しかも HP 低いな。お前、水泳で鍛えとんちゃうんか。なんでついてきたん。しかも主人公となっちゃん、無視してる。吉川となっちゃん。無視してるわ。つか歩くときもその体勢なんやな、お前。なんでついてきたん。つうかさ、ついてくるんだったらさ、受験会場教えてくれ。非常口ね。この先は非常口だから用はないかも。そうか。だとしたら、確かこっち側にまだ道あったっけな。それともなん、あ、張り紙調べたっけ。調べたのに内容覚えてないね。廊下は走らない。そうだった、そんなだった。あ、そうだ、あ、そうだ、そうだ、あれじゃ、内容が薄すぎて覚える必要なかったんだった。あれ、
使い捨て水泳部員を使って鍵を開けた。斎藤鍵だったんかお前。お前のお前のどこに鍵があったん。人差し指が鍵状のになったん。すごいなお前。この異空間に閉じ込められた。この異空間に閉じ込められたで、ね、もう受験会場とは違う意味で雰囲気重いわ。誰だお前は。葬式でもやるんかお前。何しとんだお前。やっと来たわね。あなたたちを待ってたわ、レイコさん。レイコ、どうしてここに。なっちゃん知り合いか。まずかレイコもここを受験するというの。受験生なんかよ。その割にはやけにこのさ、学校側が用意した教室に雰囲気あった人やなお前。そうよ。ふふふ。不気味な笑み。何、一体何なの。あなたたちはここで消えてもらうわ。あなたたちが落ちれば代わりに私が合格できるかもしれない。そんな気がする今日この頃。ピューまずいわ。このレイコの目、中学生の時に一度だけ見た獣の目だわ。ひどいな。この二人ひどいな。あの時のレイコに戻ってしまったのね。あの時何があったんや。レイコ、心だけは冷たさを保ってなかったよ。熱いな。ここにいてはダメ。行きましょう。逃がさないわ。チュルルがポッポー。タイトルそういう意味だった。何？戦闘入るん？このゲーム RPG を。何これ。ここは俺が聞きたい。あの子もいなくなってる。なんかさ、吉川さん一人で飛ばされて、なんかここはどこで言い出したと思ったらいきなり戦闘入って、庶民派カビってなんやねんお前。変な格好しとんの。戦闘入った。 RPG だと思わんかった。通常攻撃、壁に攻撃されて2ダメージ食らって11ダメージ返して、とりあえず殴れ。倒せばいいんだろうが。適当に攻撃しよったら倒せるだろうが。倒した。経験値もお金もくれんかった。まあカビ退治しただけやもんな。ボランティアですよ、ボランティア。カビ退治のボランティアですよ。なんでこれ無駄げって。俺なんなんこの世界観。もう学校じゃなくなっとるやん。いらっしゃいませ。なにこれ、緑の鍵とかある。お金が100円足りない。緑色の鍵を買う、売ってくれるって。学校の鍵とか複製して売ってた犯罪じゃね。大丈夫なんこのおっさん。警察に通報したろうか。なんか動き回ってる。追いかけてきてる。追いかけてきてる。なんか赤いカビみたいなの追いかけてきてる。こいつ倒したら100円くれるかな。ニキビだったんだよこいつ。よう見たらこいつ自身の顔にもニキビついとるもん。なんか左右対称でニコな。通常攻撃の連続じゃこら。おら、殴るぞこら。しばくぞこら。ここで知ってる？ゲーム、この実況を見てる君たち。ニキビってね、潰したら跡が残るんだぜ。潰さずにほっといて、触らずにほっといて、そういう薬で治そうね。豆知識だよ。結局戦っただけ損だったな。あかん。あ、まあいいか。時間も時間よし、ここでセーブして終わろうか。なっちゃん、どこ行ったんや。というわけで、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。仕上げ。やっと学校終わった。じゃあ早く帰ってパソコンするぜ。今日は何しようかな。そうだ、刹那健介の動画を見よう。刹那健介の動画は俺のことをクリックしてるアカウントに飛べるぜ。俺の気持ちがスパーキー。